こんにちは、橋本彩子です。男性が女性のファンを増やす方法っていうテーマでお伝えをします。これはビジネスシーンでもプライベートシーンでも男性が女性にモテるようになるノウハウとして知っておくといいかなっていうことなんですけれども、特にビジネスで男性が女性のお客さんを集めたい、そんな時にどういったことを理解しておく必要があるかっていうと、男女の行動の動機の違いを理解しておく必要があります。男性の場合、何かを例えば買う時、どこかに申し込む時ってメリットとか価値を重要視する方が多いと思うんですよね。それを買うことでの投資対効果はどのぐらいなのか、コストパフォーマンスどうなのか、商品やサービスの価値をお金に換算して投資対効果を考えるっていうのが男性に多い傾向かなと思うんですね。一般的に男性は自分の仕事や人生、時間効率化に効果とメリットがあるかどうかっていうことで商品やサービスを判断して購入することが多いんですけれども、女性の場合はですね、もちろん価値とかメリットも求めるんですけれども、そこにプラスアルファつながりっていうことを男性以上に重要視してるんじゃないかなと思うんですよね。狩りの時代から考えると、男性は一人で狩りに出かけて、女性は同じコミュニティの人たちと協力して子育てを行ってたっていう、周りの人とつながることで生きていたっていうのが、まあ、女性のDNA に組み込まれているかなと思うので、女性性の強い方っていうのは仲良くなれる仲間を増やしたい、自分の考えてることや悩んでることを誰かに理解してほしい、そういった動機で行動する女性が男性よりも多い傾向です。男性は価値やメリットで行動する、女性はつながりを求めて行動するっていうのが男女の違いかなと思うんですけど、この価値やメリットとつながりっていうところをさらに掘り下げて、ニーズのニーズっていう切り口から考えてみると、男性が価値やメリットを求めて行動するさらに根本的な理由、もちろん男性でもいろいろあるかなと思うんですけど、一般的には男性の性格としてなるべく多くの遺伝子を残したいっていう本能があるかなと思いますので、女性にモテたいっていうのが男性の本能的な行動動機として大きいんじゃないかなと思うんですよね。たくさんの女性にモテる、そのために自分の価値を高めていきたい、その自分の価値を高めるために投資をしてリターンを得たいといった動機で何かを買ったりサービスに申し込んだりする男性が多いんじゃないかなと思うんですけれども、女性の場合はですね、つながりを求めてる、そのさらに奥深いニーズって人それぞれ違うんですよね。例えば女性がおしゃれをしたり美容で自分磨きをするときって、男性にモテたいって動機でそれをしてる女性も多いと思うんですけれども、必ずしも男性だけが動機ではない。例えば子供に綺麗なママだと思ってもらいたいとか、同窓会で同級生よりもちょっと上に立ちたいとか、様々な動機があるかなと思うんですけれども、その欲を満たすことによって心が満たされるんですよね。この心を満たしたいっていうのが女性の行動の動機としてとても大きな割合を占めています。女性が自分の心を満たす手段っていうのは異性のパートナーだけとは限らなくって、子供だったり仕事だったり友達だったり社会的な活動だったり、いろんな心を満たす手段が世の中にある中で、どれを選ぶっていうのはその女性によって一人一人違うんですよね。なので、女性をターゲットにするときって、その女性が人生に何を求めてるのか、どういう手段で心を満たしたいと思ってるのかっていうのが女性によって違うってことをまず認識しておいた方がいいかなと思います。女性が自分の心を満たす手段は異性のパートナーだけじゃなくって、子供とか友達とか社会的な活動だったり様々あるかなと思うんですけれども、何によって心を満たしたい女性をターゲットにするのかっていうことを考えた上で戦略立てた方がいいかなと思います。女性の方がちょっと男性に比べてターゲットの設定が複雑なんですよね。これいい悪いじゃなくって、男性と女性の性質として、女性の方が人それぞれ好みも人生に求めるものも様々だなっていうのが今まで女性向けにビジネスをしてて感じることです。もしあなたが男性で女性を集客したいのであれば、何によって心を満たしたい女性を集客したいのかってことをターゲット考える。プライベートなシーンで落としたい女性がいる場合は、その女性が何によって心満たされる女性なのかっていうことを知る努力をした方がいい。ダメなパターンとして、女性はこれが好きだろうっていう世間的なイメージあるじゃないですか。あとこうあってほしいみたいな、世間的な女性はこれが好きっていう情報だったりとか、自分の願望を女性に押し付けちゃいけない。女性って本当に望んでることがいろいろなので、その人が何を大事にして生きてるのか、何によって心満たされたいのかっていうことを観察をして、相手が求めてる価値を提供してあげると女性に喜ばれます。目の前の女性を理解する努力が必要になってきますね。男性が行動する動機って共通してることが多いんですけれども、女性の行動の動機は人それぞれ違うっていうこと、その根拠はって言われたら、私が今まで500名以上の男女のお客様と関わってきた中での統計ですので、さらに明確な根拠が欲しい方はいろんな論文とかで学ばれるといいんじゃないかなと思います。というわけで、男性が女性ファンを増やすためのポイントですので、ぜひ意識してみてください。
私に何かご質問だったり取り上げてほしいテーマがある方は YouTube にコメントいただくか、 YouTube の詳細欄に LINE アットのリンクを記載しておりますので、そこから LINE のお友達になっていただいてメッセージいただければと思います。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。